どうもこんにちは、ニコニコ動画9月号司会者の加藤翔太郎です。やりました、よろしくお願いします。ね、あの前回のですね動画ではこの被せ物ね、こう終わらせときたいみたいな人が多いので、まあ、セラミック缶とかキャドキャムについて話しましたけども、いやいやまだねありましたね。年内にやっときたいシリーズということで、ね、定期検診でねいらっしゃる方多くなりますね。まあ、非常に何でしょうかね、クリスマス前とかもね駆け込みなんかもね来ると困っちゃうんですけども、まあ、クリーニングしときたいとか、まあちょっとこう来年からね旅行でも行けそうだからちょっと歯のチェックしたいなって方非常に増えてきますね。ちょっと徐々に増えてる感覚あると思うんですけども、でその時にですねこれ一ついろいろね皆さんこうねチェックしていく中で、歯ブラシどんな感じで歯ブラシしてますかとか、まあ甘いもの気をつけてますかとかねいう中で一個ねタバコ聞きますよね。そう、それタバコどうですかみたいな感じで聞いたらですね、もう結構ですね多くの方が自信満々で、いやもう私加熱式なんで大丈夫ですみたいな感じで言ってくるんですね。なるほどと。まあそれはね確かに煙もくもくじゃないですから、なんかね加熱式だからセーフみたいな感じでこう言われるんですけども、実はあなたそれアウトですというふうに言わなきゃいけないんですよね。やっぱりこう医療の現場ですから、正しいことやっぱりね伝えていかないといけないね、患者さん損しちゃいますから。じゃあ皆さんこれちゃんとアンサーできてますかとね。いやもう加熱式だからいいでしょ、もうこれじゃないからね、加熱式だからもう大丈夫よみたいな言われた時にちゃんと答えれる内容がこの2個には書いてあるわけでございます。まずねこれ何が違う、何がね加熱式でも何がダメかっつったら、これニコチンが入ってたらこれアウトなんですよね。そのことを伝えていただきたい。これいやわかりますよと、気持ちはわかりますとね。でもねこれねどっちもニコチンが入ってるんですと。でこれはあなたが悪いわけじゃないとね、ニコチンが悪いんですよって話でねちゃんとしていかないといけない。でこれでですね2個ではですねいろいろ書いてあるんですけども、今回このニコチンがどう悪いか、これねもうざっくり言うと歯茎と骨ダメになっちゃうよって話なんですよね。で歯茎をどうダメになるかってこともちゃんとねこれ言ってあげた方がいい。この2個はですね今ねこれもうスタッフさんこそ読んでいただきたい。ただこれお見せしてもいいですよね。今コロナの中でこの待合室置けないよって時もですね、チェアサイドで見せてもいいと思うんですよ。例えばこういうことですね、ニコチンがこういう風になるんですよっつってね、いや歯茎に関しては炎症増しますよとかね、これ怖くないですか、歯茎の弾力が下がるって怖くないですか、これねお肌のツヤがなくなるみたいな感じですからね、歯茎の弾力も下がっちゃいますよ。でそれだけじゃないですよね、一番怖いのはやっぱ骨がなくなっちゃう。骨っていうのはね、ちゃんとね、新陳代謝してんですよ、みたいな話もこうやって2個でね、見せて言ってください。それで、ちゃんとこういう風にね、骨細胞、骨芽細胞ってあってねって話してもいいと思うんですよ。で、それでですね、ニコチンのせいで、破壊の方が多くなっちゃうの知ってますかみたいな感じでね、お伝えいただきたいと思うんですよ。そしたら、あ、なるほどなって、もう患者さんはこう意識上がったらですね、もう口だけじゃなくて全身気をつけようかな、これを機に、みたいな感じになりますよね。そういうふうなことも実はこの2個に書いてある知識で、患者さんがああなるほどなーってことでね、患者さんの将来の健康寿命を伸ばせるかもしれませんって考えたら結構勉強も面白いもんですねって感じですね。そうだ、あやべ、俺ちょっと勉強してきますんで、またこれで失礼いたします。ありがとうございます。なるほどね、そういうことですよね。